はい、じゃあよろしくお願いします。え今回、高校受験対策の関数シリーズ第47弾やっていきましょう。え問題3問ありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が解説をやっていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ画面下げますので、お待ちください。いよ。いいよ。 いやー難し <laughs> いき行き過ぎにもちょっとほどかったな難しかったっす今回のこれ3番が特にねなかなかおわってなりましたけどまあ確認していきましょうでまあいつも通りねここにある、まあ、ここにあるっていうか書いてあった文字情報を全部こっちに移していきますで1が関数 y=x2 乗こっちがね y=x2 乗の2次関数で こっちが y イコール4分の 3x とで、まあとの3番に聞いてくるんですけど直線の式が4分の 3x もしくは3分の 4x になってたらちょっとうんって思う癖をつけとくとえー、いいかもしれないですはい、これは3番で解決しますその話はねで、あとが、まあ点 p はね p の p の二乗と与えてくれてるのでまあ x 作業 p って OK ってことなんだろうけどこうですね であとはねこう平行な線引きますよまあ図示されてるのでそこがいいでしょう。で一応 P が0から3分の4までの間嘘です4分の3ですの間とが決まっております。でですよまあ1番から解いていくわけなんですけどまあ平行線ね縦と横の平行線を引いているのでもう座標は置いていきましょうそれぞれ P を使ってるからね。 でまず、えー、Q と R が楽ですね Q と R は P のまっすぐ縦とこういう線になっているので全部 x 座標が同じですまっすぐ縦だからねだから Q も、えー、R も x 座標は P になりますここがつまり、えー、ここが P ですで R に関してはね x 軸に乗ってるので y 座標0は分かるから r の座標は決定 S で s に行く前に Q 倒しちゃいましょう Q はこの y=4 分の 3x に乗ってますよねつまり x 座標に p を代入していいぞと言ってるので y=4 分の 3p ということで、えー、Q の座標もこうやってすぐ分かりますで次です。P、と s の関係なんですがこれは真横の線を引いているので P と S は Y 座標が一緒です。ここはね。Y 座標が一緒。つまり、P の Y 座標と S の Y 座標が一緒。P の2乗と。で、今、S もこの直線の式の上に乗ってます。直線にね、乗っているので、こっちを使います。ただし、さっきと違くて、Y 座標が分かってる,る状態なので、Y に P の2乗を入れます。つまり、 p のの乗イコール4分まあ両辺3分の4をかけると x イコール3分の 4p 乗となるので x 座標は3分の 4p2 乗こうなって全部座標を p を使っておくことができました。これで準備完了ですね。 それは問 1, 1番から参りましょう。これ1番入ってるあ、大丈夫だね。もうちょっと左行けるのか。ちょっと今回ね、いろいろ説明したいことがあるので、少し左寄せます。OK。でですね、まず P が1 2分の1のとき、三角形 PQS です。ここですね、PQS。えー、こっちに連れてきましょう。ここを出したいと。で、 まあ全部 P 使って置けてるので、2分の1を代入しちゃいましょうか。P、2分の1代入すると、2分の1の4分の1。Q が2分の1の8分の3。S が、えっと、3分の1の4分の1か。はい、こうなりました。で、三角形、俺直角三角形だからね。 えー、底辺かける高さを出せばいいと。で、関数において、まっすぐ縦の、ね、まっすぐ縦の長さはどうやるかっていうと、上の x の、上の y 座標から下の y 座標を引きます。つまり、pq は8分の3引く4分の1なんで、まあ、8分の2通分すれば、8分の1になりますと。で、底辺の部分の ps は、真横の線は、 右側にある X 座標から左側の X を引きます。だから2分の1引く3分の16に通分すれば6分の1になりますと。はい底辺も高さも出ましたんで三角形はえっ、ー、と、うん、ここでいいか6分の1る8分の1る三角形なんでね2分の1して96分の1と。 特に単位はねつけられてないのでこのままで OK となります。これは問1。まあ本当まっすぐ縦の長さとまっすぐ横の長さはね、えー、確実に扱えるようになっておいてください。でちなみに次も使います。えー、PQ ここですね。ここの長さが十四分の五である時 P の値をすべて求めなさいと。えー、P と Q ここだけ取り上げましょう。で今、えっと、このまままた戻していきます。 いや、p が1/2とか言われてないんでね。p のまんま使っていきましょう。で、p がえー、p のえー、p の2乗と。しつこいんですが、まっすぐ縦の長さっていうのは上にある y 座標から下にある y 座標を引いてください。つまり、今 pq の長さは4分の3 p。p マイナス p の2乗になります。上引く下です。で、これが64分の5になるよって。 言っているのであととはもううこれをままめていきましょうで全体に64かけましょうか64かけてちょっとまとめます 64p こっちに持ってきてるイメージだから64か1648だからマイナ −48p えっ、ー、とプラス5かイコール0と。で中学校の範囲であればここから置き換えを使っていきましょう。 えとこの後ちょっと高校で教わる技も1個教えます。あの自分、たすきがけっていう技があるんですけど、高校で教わる。まあまあ、塾でね、教わってる方もいると思うんですが、その技はですね、自慢中、あの、進学、えっと、レベルの高いところを目指してる方は、中学生のうちに覚えておくべきだと思ってます。非常に便利な技なので、まあ、興味あったらちょっと聞いといてください。ひとまずは、これ、えー、8P を X と置き換えてやっていきます。なぜなら、 64p2 乗が 8p の2乗なんだよね。でこう置くことによって先頭が largex の2乗に変わるから。でここは48が −6×8p って置けるからス6 p なんだよね。でプラス +5=0 とさ3番の各スペースを確保せねばならぬ。でこうなってこれ因数分解するとえこうですね。 で X は自分で置き換えたものなので戻しましょう 8P-5 8P-1 イコール0とでよいしょちょっと失礼であともうかけるねで答えがこっから P イコール8分の5と8分の1これはここの範囲に入ってますこれ右側8分の6だからね 量入ってるので、これで OK。で、ちなみになんでここからこういう答えが出てくるかっていうと、ここに掛け算が隠れてます。あるもの、かけるあるもの、イコール0を解きたい。それはどうなればいいかっていうと、左側が0になるか、右側が0になればいいんです。どっちかが0になればいい。つまり今でいうと、左の括弧が0になるか、右の括弧が0になればいい。上を解けば5 8分の5。下を解けば1 8分の1で終了となります。 よいしょちょっと待って。なあ痛い。腰がボキと言いましたけど。でこれが、えー、と王道です。中学校でいうとこの。で、えー、とあんまりちょっと詳しくは書けないんですがたすき掛けという技を。よかったら覚えておいてください。でどうやるかっていうとですねこの状態これありますよね。こっから一発でここに持っていきます。 で、考え方は、一番最初のここの係数と、ここの係数を見てください。64は何かける何かな ?5 は何かける何かなっていう組み合わせを考えます。で、今は、まあちょっと答えに近づきたいので、64を 8×8 に持っていきますね。ま四、あ、64×1 とか、32×2 かとかもあるんですけど、こう書くんです。縦に。8×8 みたいな。で、×を書きます。で、 この5と1。これは 5×1 でもいいし、マイナス 5× マイナス1でもいいんですけど、例えば、これを5と1とします。で、かけたものがここになってれば OK です。かけたものがなってれば OK。で、これをですね、×にかけ算をします。8、8、5、40って。で、ここを足したもの。今48になりますよね。これが、ここになってれば OK です。惜しい。プラスじゃなくてマイナスがいいんだよな。どうする そしたら、ここをマイナスマイナスにすればいい。両方マイナスにいじることによって、これはかけてもプラス5は変わりません。でも、答えの部分が両方こうなるので、マイナス48になって一致しますよね。これを考えたときにちゃんとこうなりました。じゃあ、どうなるかっていうと、ここのセットとここのセット。で今、文字 P を使ってるので、ここに P がつきます。で、カッコをつけて、 8P-5 8P-5 ねで下が8 p 1となってここに持ってくれるこうやって。でこれは今もし初見でね初めて聞いた方にとってはそんな急いでもわけわかんねえよって思うと思います。 でこれは高校の内容でやる部分で、まあ、授業は取っているので右上のびっくりマークもしくは下の概要欄にリンク貼っておきます高校の授業になりますけどたすきがけの授業をやっている動画があるのでもし興味あったらそれやってみてください練習問題もあるからねよかったらお願いしますよしじゃあボスに行こう3番ですねで3番はえ何やってるかって円を書きますまず x 軸とこの r で接するような円があると あ多分こんなちょっとちっちゃかったけどまあこんな感じですかねでその時にま、えー、っすぐな直線にここを A ちょっと今重なっちゃったけど B で接しますとでその時各 APB を中心角とする o い型つまり、まあ、上のこの部分ですね この部分が全体の円の面積の3分の1になるとき、えー、P の値を求めなさいと。で、これは答えに至るまでにかなり何個かハードルがあります。そこを乗り越えていけるかっていうのがポイントです。で、まず第一ハードルです。面積3分の1と言われたときに、ああ、中心角ここが120度なんだねってことに気づけるのが第一ハードルです。これが第一 それは円全体が360度ですよね面積を3分の1ってしてるってことは中心角も3分の1360の3分の1の分を取っていけば面積も3分の1当然なるのでまずここに気付けるかどうかでごめんなさいちょっとね多分入らないのでちょっとたすきは消させてもらいますあのごめんね動画をぜひ見てくださいすいませんちょっとごちゃごちゃしているのでピックアップして書きましょう まあ今円がありますとで、えー、と中心がまあ,あってこんな感じで切ってるかなでですねここに A と B がおりますとで中心が今 P ですねこうなってでここの中心角が1 2 0度になればいいんですよで1 2 0度になればいいっていうことは 中心角が120なので、こっから出てる円周角は半分の60度になります。これは、どこに取ったとしてももちろん60にはなるんですけど、60度って聞いたので、これは正三角形に持ってったが楽だというふうに考えます。つまり、正三角形の状態になる。それは、こっから、えま、ー、っすぐ、水線をね、引いていった、ここが60度ですね。 こういう状態になっていれば、ここも120度なんで、面積も3分の1になってるから、じゃあこの図で考えていこうっていうふうにまず持っていくんです。で、こうやって考えていきます。いいでしょうか。で、次です。こっから、今 P があるんですけど、で、S まあこれあるね。OK。で <laughs>、まずどうやっていくかっていうと、ここ S あるじゃないですか。こうやって引きます。で、ちょっとここ中点なんで M って置かせてください。あの、 正三角形半分に切ってるんで,、ね、中点になりますでポイントはここの三角形に着目できるかっていう部分になりますでそれに至るまでにちょっと長さを2つ置きたいので使っていきますでまず1個目 PM です PM ここねでここの長さっていうのはこの PB の半分になります PB の半分でこれはなぜかっていうとこの三角形 ま、下でもいいんだけど、PBM ありますよね。ここ90度です。今、120度を半分に切ってるから60度です。つまり、60、90、30のあの三角定規になってるんです。この部分が。まあ、こっちもなってますけどね。ってことは、1対2対ルート3が成り立つので、この長さの半分になります。いこの長さの半分。でも、PB 分かんねえじゃんって思うんだけど、PB は円の半径です。つまり、ちょっと書いておこうか。 まあ分の 2PB になるんですよでも PB 分かんねえなと思ったら PB って PR と一緒なんですこっち戻りましょうここですなぜなら PB も PR も半径で同じだからいいかなで PR に関してはここはもうこの Y 座標が P 乗なのでこの長さ P 乗ですねつまり PM は分の1 P の2乗と置くことができます で、ちょっと S 書いておきますね。これあの真横のここです。ここ S ね。ここ今、横に書いただけ。で、PS も使います。PS はどっかで置いたかなあ、あったね。あ、あったってこと。おないわ。数字を引かちゃったんだ。じゃあ行きます。で、PS も、ここは右の X 座標から左の X 座標を引くんですよね。だから P と S 比べたときに、右の X 座標から左の X 座標を引くので、 p スえー、っと4分の3じゃねえな3分の 4p 乗となりますさあなんでこんなものを置いたのかって話なんですけどこっからですこの青の三角形実は比が決まっておりますこいつ何対何対何が分かるんですまあ直角なんでね直角三角形になってるわけなんですけど pm が3えここが ms が4 PS が5っていう比率になってるよねっていうことが気づければここが今 PM と PS こうやって置けてるので3対5イコールこいつ対こいつっていう式を立式することによって倒せるっていう方向になる。でもうここです1番のキーは何でこれが3対4対5になってるかっていうところで最初のこれが効いてきます。4 3X にしてる理由っていう部分ですね。 実はですねこの三角形とちょっとここに書けないんでねここに入ってますけど大きいこの三角形これ相相似似ななっっててますこの2つが相似にな,ってるなぜかっていうとこれ PS って平行な線引いてるんでここの角度つまりここねこことここって同位角で一緒ですよね。 同位角一緒で、で直角三角形使ってると相似って作りやすいの。なぜなら90度がもう1個一致してるから、あともう1個だけ角度一緒になればもう2組が使えるんだよね。でも、ここも90度なんてて、こうとこもね、水線下ろしてるから90度なんで、あいつとこいつ相似なんですよ。でです。で。4分の 3x っていうことは、4行って3上がってるんですよ。4行って3。 そのさ直角三角形で有名な比率って何個かあると言いましたけど4対3対5ってめちゃくちゃ有名なのねまあ3対4対5か正しくはだから4分の3出た時に4分の3だから4分の3になってるの比がもう4対3だからってことはもう決定なのここは5は三平方の定理使ってねだから3分の 4x なってる時も3対4になるので3対4対5の三角形使うかもなって思ってほしい 別に絶対使うわけじゃないからねでも4分の 3x とか3分の 4x が出てきた時におおやおやって思ってて思ほしいでそれが効いてきますここに気付けるかどうか相似であることも大事なんですけど4対3になってるで4対3対5なんでこれを対応するところを見ると4対3対5かだからこいつがその4対3対5になってるでさっきの話に戻ると PM 対 PS は3対対はですつまり3対5、えー、イコールこっちだね 分分の P ののの 1P P-3 4P 乗乗対となってるで比例式なのでまあなか外外掛け算していくと、まあ、中からいこうか喉が声が2分の 5p <coughs> の2乗 <coughs> ごめんで3括弧こ,こいつです3を分配法則するので 3p マイナス 4p2 乗と一回2かけちゃうか、えー、2かけていく切りますね 5にして6にして8にして全部まとめると 13p2 乗マイナス 6p イコール0でちゃんと解くんだったら p をくくり出します 13p マイナス6イコール0、まあ、途中式ちゃんと書くんだったらねねこっから出てくる答えは p5 イコールこっから出てくる答えは0です0とこの括弧が0になるさっきとこれ同じねこの括弧の中身が0って解けば p イコール えー、13分の6が出てくるただし P の範囲は0から4分の3です0は入りませんでも13分の6は中に入っているので答えは P は13分の6でしたとこれで終了となります、まあ、ここのハードルが非常に高いとこではあるんですがやっぱり3対4対5の。 えー三えっと、直角三角形っていうのはねすすごく大事ななとこになりますだから、まあ、こうやってね4分の 3x、まあ、もしくは3分の 4x が出てきた時にはもしかしたらその3対4対5のを使うんじゃないかなって思うのは思うだけだったら別にその労力かからないからさあの発想を一,一つとして持っといてもらえたら嬉しいです。 すいません、たすきがけでちょっと途中消しちゃったんですが、あの、途中にも言ったように右上にリンク貼っておきますので、よかったら使ってみてください。では、今回は高校受験対策の関数シリーズ第47弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。